上昇殿。いや、出陣の用意を。はっ、諸の軍勢が動きました。来たか孔明、待っておったぞ。石壁にて孫権の軍勢を打ち破った曹操軍はそのまま呉と建業を陥落せしめる。以後徐々に呉勢力を平穏していき、天下の大半を手中に収めたのであった。一方残る勢力の劉備は、曹操が呉の平定に目を向けている隙に蜀の地を手に入れ起死回生を果たすと、さらに慶州方面の前線基地繁盛までも勢いを広げた。着実に力を蓄えていった劉備は、やがて官室を犯した国賊を討滅するという大義を掲げ、魏に対してたびたび侵攻するまでになる。建康12年、劉備は諸葛亮の検索を入れ、10万の兵を率いて五条原に布陣した。これに対して曹操は、帰化最高の知将司馬懿を伴い大軍を率いて迎え撃つ。魏蜀が、そして二人の奇才がここに雌雄を決しようとしていた。Hmph!
黄巾の乱より続いた混乱は曹操により平定され、天下に魏という統一国家が生まれたのであった。